にちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、知らないと損する恋愛テクニック、モテる恋愛テクニックについてお話をさせていただきたいと思います。知らないと損する、どんなことを知らないと損するかっていうと、女性がこれをする男性はやっぱり男らしさを感じるし、すごく付き合いたいな、信じれるなって思うんですね。女性は男らしさを感じて信じれる男性に対してすごく魅力を感じます。それは一体何なのかというと、有言実行です。男性っていうのは自分を大きく見せようとしてビッグマウスを言ってしまう時があります。できもしないことを言ってしまう。でも言ってしまうことは OK なんです、実は。でも言ってしまったことを言ったから達成しようっていう人が少ないんですね。言っちゃったからにはやっぱり達成をさせる、言ったことは実現化させる、それができる人、少々大きいことを言っても現実を後からちゃんと連れてくる人っていうのは女性からとってはすごく魅力的に感じます。有言実行、これは人生においてもすごく大事なことなので、ぜひ頭に入れておいてください。ではですね、メルマガから、5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。 LINE のお友達コメント欄から募集してます。毎日違うことをつぶやいてますので、ぜひ登録してください。メルマガ、 LINE、 そして YouTube のチャンネル登録の方お願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。